こんな舞台に出してもらって、感謝してます。挑戦させてほしいなと思ってます。お前が腕ばっかり持ってやる、おってみろ、ああ楽しみしようか。喧嘩できんだろ、俺できる、いや、できんだろ、俺できる。はい、ということで、今日は、2月19日に行われるブレイキングダウン7の対戦カード全部発表したいと思います。全部で32試合です。普段と同じように、最初は僕の YouTube 配信していくんですけど、それが、無料で7試合目まで、見れます。8試合目からね、有料に切り替わるので、なんか今のうちに買っといた方が、ちょっとペーパービー安いみたいなんで、そちらもぜひご購入していただきたいのと、今回は、なんと幕張メッセ会場、確か2000人ぐらい入るんで、ぜひね、現地で見たい方はそちらも概要欄の方から、ご購入いただけたらなと思います。まあ、安保選手の対戦カードに関して、もし決まったらまた別の動画で、1本動画撮りたいなと思ってますんで、まあ、そちらで発表になると思います。はい、じゃあ行きますか。はい、1試合目キックルールでホンダスイミングスクール VS 塗り棒です。昇った太陽、二度と沈まなくなりますよ。お笑いわけです。まあ、ちょっと準備運動がてらね、ここで、2人の試合を見させてもらって、第2試合斉藤健太 VS ハチスケン太郎、これは結構面白いんじゃないですか。いいですね、このカード。だから怪異チャンネルの2人が、2試合連続でトップバッターを飾ると。まあ、こちらもね、オーディション見た方は分かってると思うんで、まあ、なんか同じように彼女がいない同士の2人が、斉藤君こうなりたくないみたいなね、未来の自分に重ねて言ってましたけど、でもハチスケ選手の方がこう下馬評では明らかに強いでしょ。うん、確かに斉藤くんがどのぐらい強くなってるのか。これでうちにダーツしに来たんだけど、ほう、だ拳だけ一丁前に皮めくれまくってたよ。あららららら、今ミットもめっちゃ頑張ってるみたいしね、ボクシングの、ね、うん、でもこんな皮むけるかな。いや、そんだけパンチ力強くなってるってことじゃないかな、多分。あの人やってる感出すの得意だからさ、整体とかも通ってさ。まあ、わかんないですけど、まあ、期待したいですね。そうですね、はい、はい、第3試合目、しずきあんり VS ゆっちゃん。これエイリアン2期のネキっすね。ややこしい、2期のネキ。2期の姉貴。はい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 、はい、とうるせえやりまん。この子はなんか面白かったよね、このピンクの、うん、なんか元芸人さんかなんかでね。あ、そうなんだ、うん、結構バチバチの喧嘩してましたから。確かに、これをもしね、このゆっちゃんが勝つのがあったらめっちゃ盛り上がりそうですね。で、第4試合目、須藤和也 VS 田上健太、うん、ということで、アウトサイダーの殴り屋たちの戦いです。これも楽しみですよ。これ結構強いから、この序盤で出てくれるのはありがたい話だけどね。ね、ほんまに言ったら、だってひな壇よりも強いっていうかさ、その米男たちよりは強いじゃん、うん、まあ、経験はあるからね、全然。で、田上選手は、正宗選手とバチバチ殴り合ってオーディションで、まあ、惜しくも負けたんですけど、田上選手のね、試合外れなしというところなんで、うん、で、5試合目、牧伊佐弥 VS 江戸ポロキング。これも楽しみな人多いんじゃない？ね、ほら、ヘビー級の戦いで。牧伊佐弥選手も、オーディションで1回試合してて勝ってるし、本戦でも勝ってるしね。そう、200キロ超えの力士に勝ってるからね。地下格の戦績もなんか結構すごいからね、18勝ぐらいしてて、1、2敗しかしたことないっていう、結構強い。めっちゃ長身のキングは、オーディションで瞬殺してたし、そう、21歳っていうのはめっちゃ笑けるんだけどさ、2メーター3センチありますからね、金網から頭が飛び出してますから、UMC でしか見たことないもんね、あの映像。リーチの長さ、えぐいから、どう戦うのか楽しみですね。うん、確かに。はい、で6試合目、久保田悟 VS アトリウマサオ、
まあ、これは前回大会で行われるはずだった、ところからの因縁の戦いです。で、まあ、ついにアドリブ正雄が試合すると初めてどのぐらいのポテンシャルを持ってるのか、正雄くんが勝った方が面白いけど、ここでね、久保田くんが勝つのはまた面白いよね、うん、どっちが勝っても面白いね、どう転んでも。7試合目が、お願いしましょう、うん、VS 山本貴弘。これは結構実力者の戦いじゃない？これはハイレベルですよ。山本選手は前回、殴られ屋健二さんと、健二さんのボディで沈めて、うん、宮島くんは勾配2期に勝ったのか。そう、まあ、宮島くんがどういう戦い方をするのかよね。ボクシングで戦っても多分勝てないと思うから、まあこれは宮島くんの挑戦ですよね、これは、うん、ここまでが、無料配信です。で、ここでスポンサー紹介入って、次からまあ有料に切り替わるんですけど、8試合目、トトヘボヒロト VS アリーコウタロウ、東大相撲2期ですと、あと薬物中毒で刑務所の中にいる母ちゃんのために戦います。薬物をやってる母ちゃんを通報したのは僕で、今はどこの刑務所にいるかも分かんなくて、薬物中毒のお母さんを通報した彼。この試合はもう結構一番求められてるぐらいじゃない？うん、うん、ね、うずんうずん、うん、2人とも花あるしね、どっちが勝っても面白いかなっていう。ソトヘブ君もいいキックしてましたもんね。その K-1 チャンピオンレベルちょっと褒めすぎたかな。アリー君がちょっとこの、オーディションからどれだけ強くなってるか。アリー君に俺相撲取ったんだけど、ほうほう、3回取って2回負けたんだよね。えっ、それすごいね。すごい本気がすごい。本気が、本気度、なんか俺がちょっと舐めてこう受けてあげようかなみたいな感じだったんだけど、はいはいはい、もう食ってやるぞみたいな。なるほど、そのなんか覚悟がすごかったな。だから1分で結構突っ込んでいくんじゃないかなと思う。確かに。で、9試合目が住人2期VS おでんつんつん男。これもある意味楽しみですよ。スシローさん事件が起こってからまたおでんつんつんがすごい取り上げられてますけどね。そうですね。で、そんな中12日はスシローに行ってね、はい、食べて宣伝して、スシローを救いたいようでね、はい、これは12日にぜひとも勝ってもらいたいけど、まあ、なんといっても最弱2期ですから、まあ、ここで負けてきたらね、愛苦しいけどね。さすがやなと。で、10試合目が、ハローアニー VS 宮里香織。これもいいカードですね。オーディションでバチバチでしたからね。カットされてるけど、ぶん殴ってなんかエクステみたいなのめっちゃバチバチ抜けてて、ね、すごかったんですよ、あれ。大丈夫かなってめっちゃ心配したもん、ね。宮里さんとはコラボしたんだけど、うんうんうん、もう結構ね、いい子だったし、気合も入ってたけど、なんかこの相手のハローアニーちゃんはコラボできなかったんだけど、結構ムキムキらしいから意外に強いのかもしれないね。だってなんか喧嘩も入って言ってたもんね、うん、自称。で、11試合目、大野敦貴 VS 石川元気、うん、ナンパ YouTuber の元気ジャパン。そうですね、まあ、吉田君には負けたけどかなりどんどん強くなってて、うん、斎藤君に前回勝ってますね、勝利してましたね、はい。で、この大野選手はとんでもない強さだったよね。空手のなんか世界チャンピオンだっけ。いや、この人普通にめちゃめちゃ強かったね、うん、だからこれ普通に元気ジャパン結構ちょっと危うい感じかもしれないですよね。危ういっていうかほぼほぼ勝てないよね、見た感じで。ここで食うようなことがあったら一気にこうひな壇、うん、クオリティというか昇格ですよね、はい、実力的にも。大野選手、うん、結構余裕で勝つようなことがあったらもうちょっと上の選手でも見たいですね、今後。そうですね、確かに。12試合目、醤油2期 VS、はい、七原良樹。ちょっとイケメン勘違いみたいな感じの勘違いって言っちゃうけど、怒られるか。まあでも醤油2期が結構普通に格闘技強いから。そうなんですよ、普通に実力者なんですよ、醤油2期って、うん、まあ、ちゃんとね、ここで結果を出してもらって、まあどっちにしても面白い試合になりそうですね。そうですね、はい。で、13試合目、ベルサイユ理事長 VS、桝美月。あれ、コラボしてたよね。そうなんですよね、内容見てないけど。いや、ベルサイユさんも2ヶ月ぐらいしか格闘技やってないって言ってたけど、結構できる、あの人。てか、体おかしくない？いや、ほんとおかしい、おかしい。だから地雷撤去で、その虎とかと戦ってたんだよ。それって本当だ。ローランドみたいな作り方じゃない。自称ね、自称。うん、でも、格闘技はもっとやってるでしょ、絶対。いや、絶対やってると思う、ね、うん。で、俺このマスさん、たまたまさ、タクマと寿司食ってたら隣にいて
そんなことあるそんな偶然あるんですか。そんな偶然あるのみたいな話だったんだけど、お金持ってそうな感じでした、ね、確かに。まあこの試合普通に楽しみですね。そうですね。で次14試合目、ロボクネキ VS 秋。これはなんかちょっと本当の不良対決だよね。これそうなんですよ。そんな雰囲気ありますよね。これはブレイキングダウンのオーディションのためにこうキャラを作ってきてるわけじゃなくて、うん、2人とも根っからの不良っぽい感じがします。そうなんですよね、うん、まあこれはシンプルに面白い、ね、楽しみです、はい。で次15試合目、樋口選手 VS、近藤優太、うん、ひろやくんのお兄ちゃんですね、はい。ここもバチバチでしたから、いやーオーディションの時ねすごい雰囲気だったもんね、うん、ほんまに。まあこれどうなんですかね、毎日頑張ってますけどね。そうですね、ひろやくんのお兄ちゃんも、そう、まあ、言うて樋口くんも強いでしょ。そうですね、まあ、プロですから言うて樋口くんは。でこれしかも MMA ルールですね、まあ、どう戦うかですよねお兄ちゃんが。はい、ということで16試合目、ここ無差別級、天田博美 VS ロッコンペラ。天田さんっていうのはなんか K1 で昔めっちゃレジェンドだったみたいで、でノッコン寺田はまあみんな知ってるでしょ。はい、まあここは普通に楽しみだよね、ヘビー級だし、うん。まあ、ノッコンさん140キロか50キロぐらいあるって言ってたから、うん、普通に強いしね、身体能力高いし。確かになんか相撲取りの人たちと違ってパンチできるもんね、うん、ちゃんとキックもできるし、うん、これちょっと楽しみですよね。天田さんがどれだけ今も動けるのか。確かに、うん、そこ要注目ですよね。なんかこれ読んでるだけでお腹いっぱいになってくるね。これでもまだ半分よ。いやほんまに濃いわ今回、すごい濃い。これはちょっとお得ですね。そうですね、なんか暇な休日を皆さん楽しんでもらってね、ペーパービューで、うんうん、で17試合目、ここでひろやくん登場と。ひろや VS 正宗選手。でこれはキックルールなんで、まあ、普通にバチバチなんでしょうね。絶対にバチバチなる、もう絶対に、うん、外れない、これは絶対に説明いらないでしょう、うん、はい。18試合目、山川聡輝 VS 歳三。山川聡輝くんって一回も負けてないんだよね、まだ。そうなんですよね、全勝ではね、うん、アウトサイダー対抗戦も勝ったし、勝ってる、結構やるよね、うん。で、なんか毎回試合が面白い、うん。で、まあ、歳三、まあ、ちょっと前回ね、ちょっとこう、悔し泣きしてましたけど、本人も全然納得いく試合してなくて、まあ、今回そのリベンジの気持ちをどう出してどう見せてくれるかですね。そうだね、うん。で、次19試合目、イータロー VS アチ。アチュってアチュさんには言いたいことあるんですか。あのアチュさんのせいで広告が黄色になりました。何度申請してもね、 Google さんは通してくれなくて、あのモザイクをかけてもダメだったんですね、あの動きが。謝ってましたけどね、なんか動画で。あ、そうなんや。本当に思ってんのかと思って。あの時もさ、俺なんかさ、うん、これ座っててさ、うん、いきなりこう目の前来てさ、うん、で、あの、いきなりケツ出して動き始めて、で、ケツ見てんじゃねえよって言って帰ってた。不可抗力でしょ、私。無理でしょ、あんま。いい迷惑ですね、マジで迷惑。ちょっと俺、あの、嫌な思いしてます。で、あれ、これ裏話なんですけど、俺インスタでダンサーの女の子からメッセージ来て、うん、なんか、この人に間違えられた結構似てる人が、すげえアンチコメントの被害に遭ったらしくて。結構似てるんですよ、確かに言ってみたら。なるほど。そう、じゃあその人にも被害を被ってるんですね。被害結構被ってます。すごいな、この人、いろんな人に。いや、これは試合で見せてほしいですね、その分。これですぐ負けるようなことだったらね、もう二度と出れませんから。確かに。ということで、20試合目、高垣雄二 VS サキト。これも楽しみですね。そうだね、うん、あのサキトさんが山川聡輝君と結構本当接戦をだったよね、うん、MVP ぐらいのね、うん。でその山川聡輝君は勝ってるから高垣さんに、この三段論法的にも面白い戦い。確かに確かに、まあ、激しい試合になると思います。はい、はい。で次キックで岩地 VS 木村美玲。この方も極真のチャンピオンだったんですよね、うん、確か空手の。この子も強かったよね、試合ね、うん。この試合も普通に面白いし、まあ、空手の実績言うと岩瀬さんのが全然上だと思うんだけど、でもこのボクシングテクニック的に見ると、なんかこうミレイさんかなり上手かったから、うん、どちらかってもおかしくないかなっていう、うん、思います。
続きまして22試合目坂田壮介、VS 細川貴之、はい、これもすごいハイレベルのところなんですね。これ実力者同士ですよ。あの坂田さんはボクシング、もともとプロボクサーですし、チョン・ツーエさんに勝って結構パンチめちゃめちゃ重いよね。パンチがうまい、やっぱり元ボクサーやから。まあ細川さんはね、うん、みんな知ってる通り、うん、いいキャラクターの癒しキャラの天然な感じだね。そうですね、はい、でもしっかりやっぱりあの実績があるので、やっぱりこの人も、うん、細川さんも普通に面白い戦いだと思います、うんうん。そして次が23試合目、お、我らの姫が来ましたか。和田セリナ VS 杉田風花、うん、まあセリナちゃんもバチバチ練習してますけども、相手の選手もね結構強かったじゃん。強かったね、しっかり実績もあったし、うんうん、相手の選手も空手なんだけど、こうさっきの岩橋さんたちの試合と同じようにボクシングが結構上手くて、うん、で逆にセリナちゃんは最初ボクシングのテクニックあんまなかったんだけど、なんかもうものすごい速度で成長してて、うん、まあ勝ってくれるんじゃないかなとは思ってますけど、個人的に相手の選手もね、その動画で見てると思うから、うん、それを声に多分来ると思うんで、まあ簡単な試合にはなんないかもしれない。そうですね、はい。続きまして24試合目、ミッケン君 VS ヒデトラさんと、うん、いやこれもう結構僕楽しみにしていたんですよね。これこれ俺が組んだんですよね。これいいマッチですよ。これいいマッチですよ。ヒデトラさんは前回のアウトサイド対抗戦で川島君とダウンを奪い合い、まあギリギリ負けたんだけど、やっぱり強かったし、試合やった。日健君もここ最近強くなってると。強くなってびっくりした。オーディションの時に成長してるもんね、やっぱり。あ、日健君が豊橋だっていうのはびっくりしたんだけど日健君で豊橋の先輩らしい。あ、そうなんや。地元の先輩だったんや。なんか10年2期と対談してる、うんうん、なんか YouTube で、うんうん、なんか俺と喧嘩しそうになり、なりそうになって、でも あの止められてやめたとか言ってたけど。そうなんや。ごめんなさい、覚えてないです、はい。で25試合目、ポーランドの刺客 VS 安井ひよま、朝倉未来チャレンジ2期生の安井ひよま君、安井ひよま君でこれ MMA ルールなんで、うん、安井ひよま君は、まあ、ブレイキングが3戦全勝で、ポーランドの刺客は、2勝か。でもテル君とサトル選手に勝ってて、うん、まあこれはすごい面白い戦いになるんじゃないかな。これ実力者ですね、うん、お互いに。まあ、安井ひよま君がバッてまた腕十字取っちゃうのか、それともボクシングでポーランドさんがね倒すか、うん。まあ、言っても安井ひよま君も結構目がいいからね。そうですね、今日見ても見た時、うん、パンチもできるしね、うん。まあ、どんな戦いになるのか分かんないですけど楽しみですよ、はい。でここで、休憩入ります。なんとスポンサー紹介、塗り棒がやります。え、塗り棒が、はい、なるほど、忙しいです今引っ張りだこです、はい。で、こっからもうメイン級が続きます。こっからすごいですよ、はい。26試合目、森田さん VS 番中村。いやー、因縁対決ですか、ここで。これはなんか何の因縁があるのか知らんけど、とにかく因縁ありそうだよね知らんのかい何の因縁があるのかみんな知らないんだけどなんかすごい因縁ありそうで、ね、すごいね、うん。あの生産とかけじめとかなんかいろいろ言ってますけど、ついにあのここで戦うと、ね、とうとうですよ、本当に、うん。まあこれは普通に見たい、うん。なんか2人とも持ってるものがなんか人と違ってさ、うんうん、こうワードセンスももちろんなんだけど、この2人はなんか入場から退場まで一つのなんか作品を見てるような、ね、そんな感覚に毎回なるんで、確かに最後抱き合ってたら美しいけど、どうなるでしょうか、ね。で27試合目、テル君 VS サトル、これもまあ説明いらんでしょ、うん、だから1分の喧嘩が強い同士でしょ。そうですね、これもまあぜひリアルタイムで見てほしいなと思います。続きまして、キックルール、野原君、勾配2期 VS 萩原さん。これも楽しみなんですよね。昨日、萩原さんとコラボしたんだけど、ほうほうほう、すごい練習してた。リブレンとかやってるっつって、うわ、もう絶対負けないっつって。野原君もめちゃめちゃ練習してるもんね。だってそうそう、野原君が練習に来たところに勝ち合っちゃってさ、エレベーターで。フェイス2フェイスしますかあの野原くんめっちゃ礼儀正しそうに言ってたけど、あ、まあでも試合はバチバチやる同士なんで、うん、まあこれ面白いでしょ。これも絶対外れないですよ、はい。で次29試合目、西谷くん来た
VS 横田和則さん。横田さんか。これはね、あれですね、俺も牛くんとやりますけど、その前哨戦ですね。そうやね、はい、代理戦争みたいな感じですよね。それで言うとね、うん、実はね、萩原さんと信原くんもそうなんよ。萩原さんも牛久選手のジムに行ってるから。あ、うまや。そうで、ここ2試合連続でうまや、俺の戦いとの前哨戦みたいな感じになります。実際はいやトライフォースとケイクランの戦いですか、はい、はあ。まあ、横田さんはディープでチャンピオン、うん、2階級チャンピオンだったんで、そうすごい実績を持ってるんだけど、そうなんですよ。西谷くんメキメキ強くなってて、うん、まあ、ライジン出れるレベルになってるもんね、明らかに。めちゃめちゃ強くなってる。現役のめっちゃ強くなってる西谷くんと、まあ、落ちてるだろう横田さんの戦いです、うん。まあ、これは、まあ、現役選手ならね、勝ってほしいですけどね、さすがにね、うん。続きまして30試合目、コメオ VS ユーシ。ユーシくんが骨折したとかなんとか言ってましたけど、どうなんですかね、これ。どうなんですか、間に合うんですか、ユーシくん。まあ、でも1分だからそのまま気合でいっちゃうんじゃない。おお、はい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 。でも格闘家ってみんな折れてもやっちゃうじゃん。まあせやね、怪我してもやってるからね、みんな、うん、結構きついよね、うん、手首やからね。あ、手首が折れたんだ。そう、手首。あ、そうなんですよ。出るんだったら言わない方がよかったよね、バレちゃうよね。そうなんですよね、そうなんですよ。だからちょっとユーシ君の謎行動といいますか、それは、うん、ちょっと分かんないんですけど、よく迷ってたんかな、もしかしたら出るか出ないかで、結局出るって決めたのかもしれない。あ、言った後に、うん、はん。続きまして31試合目、飯田正成 VS 川島。これですよ、これ。ミスターブレイキングダウンはどちらなのかね。本当にこれはこれね、俺2人ともスパーリングしてるから、うん、結構川島君強いよ。もうしかも彼、あの総合としてバネが、あの、バネすごかったもんね、ブリッジが。あのね、結構いろんなプロと練習してるじゃん、うんうんうん、その中でも一番バネあったの。えっ、マジで。あのブリッジ力はそのレベル、本当にすごいな、川島君。だから総合ね、うん、目指してるって言ってたけど、うん、今後こうプロの団体とか出てっても面白いかもね。ただ俺の予想なんだけど、うん、まあ、俺は飯田さんが勝つと思ってんだけど、うん、でももし延長行こうもんなら川島君が追い上げてきそうな気がするの。飯田さんは食べ歩きしすぎそっちね、体力の問題ね。そうなんですよ。なるほど、分かんないけどね、はいはいまあでもすぐ決まれば決まるけど、でも川島くんもなんだかんだ1回しか負けないんだっけ、ブレーキングでも。そう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 、7勝1敗ぐらいですか。全部の試合が面白いっていうね。ね、うん。で、次、これ、安保選手の試合がなかったらメインになります。ケイノスケ VS ジョニー。はい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 。こちらね。これ、オーディションの時はケイノスケさん、あんまりこう乗り気じゃなかったけど、もう、こうだん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 こう火がついてきたかな、ジョニー君に煽られすぎて。結構煽られてムカついてると思う。本気でムカついてると思う。ムカついてると思う。俺もそう。結構、ケイノスケ選手って、短気なとこあるもんね。なるほどね。いまだに俺にも多分キレてるし。でも、うん、まあ、前回はね、すごい見事な試合で盛り上げてくれましたよね、飯田さんのね、膝で倒して、うん、で、そっからジョリーって多分感じであると思うけど、うん、でも、ジョリーももうめっちゃ練習してますから、うん、ね、安保君と練習してるから、うん、なんか安保君にボコボコにされるよりは怖くない気持ちでいけると思うんだよね。うんうんうん、それ本人も言ってたね。でしょ、うん、なんかワンチャンあるかなって思ってる。おお、こうラッシュ次第ではこうケンヌスケ選手に勝つ可能性ありと、うん、ワンチャンあるかなって。ほー、なるほど。まあでも膝をね、また狙ってくると思うし、うん、なんだかんだいろんな技持ってますからね、ケンヌスケ選手。まあそうですね、さすがにもう、うん、アウトサイダーからずっと続けてるからね。プロでも戦ってましたしね。うん、まあ、これはどういう試合になるのか楽しみです。楽しみですね、はい。で、この後に安保選手が、まあ、メインということなんですけど、まあ、開催ではね、いろいろこう変わったり、なんか問題がいろいろ出て、実際、まだギリギリまでどっちになるのか分かんないんですけど、まあ、もしね、まあ、戦う気がめっちゃあるみたいなんで、
なんか他との違いを見せてほしいけどね。うん、って感じで盛りだくさんです。はい、いやめちゃめちゃ楽しみですよ本当に。なんかもう対戦カードを振り返っただけで、うん、ちょっとお腹いっぱいになりますよね。いやこれは本当になんかこうリアルタイムで見てほしいですねみんなに、うん、本当に。まあブレイキングダウンは全試合、煽り V もあるし、なんかそのオーディションで見てたよりももっとその人たちの人生にフォーカスして、なんか1分 に対してかけてきたなんか物語が見れてね、なんか一試合一試合なんかこう短編映画を見たような感覚になるんで、ぜひね煽り V から見るとやっぱすごい感情移入できますもんね、やっぱり。ぜひ休日にね見てもらえたらなと思います。お願いします。はい、19日開催のブレイキングダウン7のペーパービューおよび会場観覧チケットは概要欄のリンクに貼ってるので、そちらから購入いただけたらなと思います。あとブレイキングダウン公式アプリが最近できたんですけど、そちらはチケットの割引とか、まあ、未公開動画などのコンテンツが盛りだくさんなので、インストールと会員登録よかったらお願いします。あとブレイキングダウンを一緒に盛り上げてくださる企業様いましたらお気軽にお問い合わせください。はい、じゃあそんな感じで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。